長崎市で今年で29回目となる居留地祭りが開かれました。3連休初日、今月開園50周年を迎えた長崎市のグラバー園では、1859年に長崎を訪れ、日本の近代化に大きく貢献したトーマス・グラバーらの功績をたたえるグラバー顕彰式が開かれました。鈴木市長をはじめ関係者らおよそ60人が参加し、造船や石炭産業などの礎を築いた先人たちに感謝の気持ちを込めて花を捧げました。お集まりの皆様にはですね、ぜひそういった、先人の皆様の息吹を感じていただく、そういう機会にしていただければというふうに思います。グラバー園では今月末まで長崎市民入園料無料月間を実施しています。入園窓口で公的機関が発行した身分証を提示すると、長崎市民は無料で入園できます。